お待たせいたしました。市民球場です。千葉ロッテマリーンズ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。マリーンズの先発は右のフローレス、対するスワローズの先発は右の奥川、この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。マリーンズピッチャーを変えてきました。長野降板、マウンド上は南、今日3人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。スワローズ追う展開で迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で並木、今日最初のバッターボックス、まっすぐ見送ってストライク。投球これから2球目、アウトローを見送ってストライク。投球はこれから3球目、高め、ボール。投げました、低めの球、見逃し三振、低めいっぱいに決まった。8回の表が終わって6対3、マリーンズ3点リードは変わりません。スワローズ何としても得点を挙げたい9回です。バッターは内川、第9、投げました、打ちました、初球打ち、あっと抜けた。内川ナイスバッティングです。打順はトップに帰って本山、今日2打点を挙げています。カーブ見送ってストライク、1球目ストライクから、ストレートはボール。第3球を投げました、流し打ち、ヒットになります。ボールは中継、本山いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。さあ次の投球、カーブはボール。投球はこれから3球目、ストライク。次は4球目、投げました、アウトコース低め、空振り三振。さあリプレイです。ランナー2人を置いて迎えるバッターは宮本、今日はここまで4打数1安打1三振。第2球ボール、第3球を投げた、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。打ちました、三遊間の打球、二塁送球、セカンドホースアウト、セーフ、一塁はセーフ、ダブルプレーなりません。第9、初球を打ちました、当たり損ない、一塁へ送る、アウト、ゲームセット、マリーンズ見事勝利です。本日の試合はマリーンズの勝利です。勝利投手長野、西武南、敗戦投手星でございました。さて本日のヒーローは菅野、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただ